アルテーショ、アルテーショは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属する。アルテーショについての最も古い記録は、セラノーバの修道院の古文書、トンボデモステーロでセラノーバで、942年のことである。アコルーニャ、クジェレード、アララーチャの各自治体と教会を成す。大西洋に面している。ガリシア統計局によると、 2012年の人口は3万725人。2011年、3万482人。2010年、3万255人。2009年、2万9762人。2008年、2万8961人。2007年、2万7713人。2006年、2万6739人。2005年、2万6272人。 2004年25,295人。住民故障はアーティクソン X。カスティーリア語による表記はアーテイジョ、アルテイホ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 89.72%2001 年。アルテイジョはアコルーニャ県の北部に位置し、コマルカダコルーニャに属する。北は大西洋に面し、東はアコルーニャとクジェレード。 南から西にかけてが、アララーチャと、西がカルバージョの各自治体と隣接している。自治体中心地区は、アルテーショ教区のアルテーショ地区。アルテーショは、アコルーニャ司法管轄区に属す。住民は13の教区の121の地区、集落に居住する。自治体内には、ガリシア州で最も重要な工業団地の一つ、サボン工業団地、ポラガノデサバンがあり。 その面積は300万平方メートルに及び、100以上の企業に4500人以上が働いている。アルテーショには、世界的なファッションブランドとなったザラ、カリシア語、スペイン語では、サラを展開するアパレルメーカーインディテックス社の本社がある。また、スズ、チタン、タングステンなどの鉱物資源を有する。また隣接するアコルーニャとの境界地域には、レプソル社や、 CLH 社、コンポニアロージスティカでヒドラカーブユローズの石油生成施設が立地している。現在、プンタラゴステーラ半島には、アコルーニャの外交が2012年の完成を目指して建設中で、その規模は 3.5km の長さを有し、スペインでも最大規模の港である。自治体市長は、ガリシア国民党、ププデグのホセカルロスカルベロ、マルティネス、 ホうぜいカーロスカブロマルティネス。自治体評議員は、ガリシア国民党、11、手が4、ガリシア民族主義ブロック、BNG、3、ガリシア社会党、3となっている、2011年5月22日の自治体選挙結果、得票順。アルある定書は13の教区に分けられる。ふとじは、自治体中心地区のある教区。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。